君に届けたいアイデンティティ、ステージに一歩を踏み出した、おはようこんばんはと世界に叫んでみよう。本日のライブではどれの自分を見せるの、前からそう悩んで好きな自分になれない、そしてある日誰かに言われた、痛い言葉なんてに迷っていた、いつも映る笑顔失わないように、これ以上は期待を裏切らないと決めた。溢れている雑音の中この声響けるか、心に宿る声を聞いてみよう、これはずっと見せたい自分だった、集まった声たちが一つになるアイデンティティ、日々が過ぎてやっとスポットライトに立てるけれど少しだけ怖くなった、でもね一人じゃない仲間たちがいるんだ、家族みたいな絆で違いが分かり合えた、それぞれの輝きがあってホームに叶って手をつないで共に夢のその方へ、精一杯歓声をあげましょう、幸せを届けるんだ、どこにだって響けよう。また会う日待って。